どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はやってたら気をつけて、詰められた時にすると負けやすい悪い癖となります。トライストリンガーを使っていると、自陣に入ってきた敵の処理をするのは大事なことですよね。マップや相手の編成によっては裏取りばかり狙ってくる相手がいるので、処理の有無で試合展開が大きく変わります。そこで今回は敵に詰められた時に巻きやすい行動と理由を挙げていきたいと思います。ネーム次第なところももちろんありますが、処理してて巻きやすいなと感じたことを紹介できればと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。一つ目の悪い癖は、目の前しか塗らないということです。これは塗りをどこにするかの意識の差になります。まず詰められた時に逃げられない場面っていうのを考えていきたいと思います。詰められている時というのは、目の前は敵インクで自分は後ろに逃げる状況になります。この時に目の前だけ塗っていた場合、下がることは困難になってきます。厳密に言えば下がることはできますが、タイルが塗られていないので逃げるための移動がしづらいっていうことになります。この状況だと逃げても追いつかれやすくなります。さらに逃げながら塗るっていうコードは弓はとても弱いため、捕まりやすくなります。目の前をしっかり塗ってスペシャルを貯めてカバーするっていうことはとても大切なことです。ですが逃げる準備っていうのも大事です。なので初動の移動時や前に出るタイミングでタイルを確保する塗りをしながら移動することはとても大事なところとなります。余裕があれば先に逃げる方向に対して足場を整えておくと、いざ詰められても逃げれる確率が上がります。スペシャルも貯めることができるので一石二鳥です。また詰められたとしても足場を十分に整えていればスリップダメージも狙えますので、返り討ちにする確率も上がります。塗り意識は高くても自分が逃げる道まで考えて塗るということはなかなかしないと思いますので、タイルも考えてみましょう。2つ目の悪い癖は、異界移動だけで逃げてしまうです。逃げることはいいことなんですが、これだと無防備すぎるというのがありますね。まずギアにもよりますが、機動力系をつけていない人の場合、詰めてきている前衛にはどうやっても追いつかれます。粘れば粘るほど捕まりやすく、デスの確率も上がっていきます。逆に機動力ギアがあれば多少は逃げやすくなります。ただ今回は機動力ギアなしで話を進めていきたいと思います。本題なんですが、異界移動だけの逃げが悪い理由としては、敵の攻撃をそのまま受けてしまうという点です。相手からするとトラストは正面から向かって倒しやすい敵です。またちょっと離れてるところからボムを投げてきます。こうなると距離に関わらずダメージを受ける機会が増えるんですよね。しかもボムを投げてくるとなるとダメージはとても高くなります。こういった場面では生存することはとても難易度は高いかなと思いますね。さらに異界移動だけではどうしようもありません。ではどうするのかというと、イカロールの使用になります。なんだそれだけかと思われるかもですが、後衛ほど大事なテクニックだなと思いますね。まず傾向としてというところなんですが、トラストばかり使っているとイカロールを使う機会っていうのは基本少ないと思います。使う機会が少ないということは、とっさに使用することができない可能性があります。慣れてない人が多いんですよね。ですがイカロールが使えれば被弾を抑えて逃げ切れたりします。壁裏まで逃げてイカちゃんで飛べたなど、逃げ切れる確率が格段に上がっていきます。逃げる時にイカロールができてないなという方は意識してみるといいかなと思います。ちなみにイカロールのダメージ減衰などはこんな感じです。結構ダメージによって変わるんですよね。意外と使うと耐えれるものが多いんですよね。なので逃げとしてイカロールは使えるのはかなり大事かなと思います。実際意識してから生存率は上がっているので、使えて損はないテクニックだなと思います。3つ目は、連射打ちをしているです。連射打ちが悪いわけではないですが、頼り切ってると負けやすい行動になります。まず連射打ちに関しては30ダメージとダメージ自体が低く、4発を連続で当て切らないと倒すことが困難な方法になります。4発当てている間に
敵の全員にやられることは十分に考えられるので、負けの確率が上がってしまいます。正直避けながら4発当てるのはかなり難しいですね。事前にダメージを与えているならありですが、これだけで倒すというのは困難です。異界道で左右に避けながら連射打ちで倒せはしますが、相手の連動や足場にかなり影響を受けると思います。ですが、連射打ちを成功させる確率を上げる方法というのはあります。これは爆発矢で事前にダメージと壁を作っておくという点です。詰めてくる敵は基本無理やり進んでくることが多いです。この相手ならダメージを受けながら詰めてくる可能性があります。この甘いに対して爆発矢で削り、連射打ちを最後に当ててキルを取るという対策が可能になります。連射打ちだけでなく、たどり着く前にいくらか削れていることが大事なことになります。事前に攻撃を多く当てるようにして、連射打ちを 1,2 発で倒せるような状況を作るようにしましょう。4つ目はポイズンを直接当ててるです。ポイズンミスト自体は使っているけど、投げる場所が重要となります。まず、ポイズンミストを逃げるときに投げるのを見ていると、敵に直接当てるようにしているのを見かけます。この場合、相手は詰めてきていますので、着弾する頃には相手の後ろに飛んでいるということが多くあります。こうなると、ポイズンに触れたとしても影響は少しだけとなり、機動力を落とし切るまでには至りません。そのため、直接当てることは避けた方がいい投げ方となります。ポイズンミストをうまく当てるのであれば、進んでくるであろう手前に投げることが大事になります。移動している敵でもポイズンミストの中をしっかり通るには時間かかります。ですが、その状態なら攻撃は当てやすいですよね。仮に突っ込んでこなくても、詰めさせる行動を一時的に止めるということができるので、時間稼ぎもできます。しっかりポイズンミストを浴びせるためにも、移動先を予測して、なるべく長い時間とどめさせるように投げましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。やってたら気をつけて、詰めた時にすると負けやすい悪い癖はいかがでしたでしょうか。4つほど紹介しましたが、基本的に詰められないというのが大事かと思います。防衛としてポジション維持も大事ですが、侵入箇所を潰すことが一番の防衛手段となります。紹介したことはあくまで詰められた時の対策方法となりますので、侵入箇所はしっかり抑えるようにしましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。